ました。タイヤの安全を確かめてから渡りましょう。ドアが閉まります。ご注意ください。Thank you.
伝えしていますように、昨夜遅く、宮城県沖を震源とする大きな地震があり、仙台市宮城野区と宮城県栗原市で震度6強の激しい揺れを観測しました。この地震で気象庁は一時、宮城県の沿岸に津波警報を、青森県から茨城県にかけての太平洋沿岸に津波注意報を出しましたが、およそ1時間20分後に全て解除しました。昨夜11時32分ごろ、宮城県沖を震源とするマグニチュード 7.4 の大きな地震があり、気象庁によりますと、震源の深さは40キロと推定され、先月11日の巨大地震の余震とみられています。この地震で気象庁は、出口は右側です。本日の節電のため運転に変更がありましたことをお詫び申し上げます。またご協力いただきましてありがとうございました。地震速報が出ています。強い揺れに警戒してください。身の安全を図ってください。緊急地震速報が出されています。茨城北部、福島中通り、そして浜通りに緊急地震速報が出されています。強い揺れに警戒してください。ただいまご覾いただいているのは福島郡山市の福島中央テレビから伝えてください。お願いします。はい、お伝えします。こちら福島県の郡山市にあるニュースセンターです。先ほど5時16分ごろに震度6弱の地震がありました。